全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。長時間労働の職場ってどう感じますか？今は働き方改革が叫ばれています。働き方改革が叫ばれている背景の一つに長時間労働があります。長時間労働があると従業員は健康に働けません。長時間労働だと真っ先に減らされる時間が睡眠時間です。睡眠時間は人が健康で生き生きと生きていく上で絶対に欠かせない時間です。でも会社はそんなことお構いなしに働け働けと鞭を叩いてきます。健康なんか自分で管理しろと言わんばかりに働かせてきます。その結果睡眠時間がなくなり心身がボロボロになり会社を辞めざるを得ない状況です。そんな会社に限って従業員は人材ですと言っています。矛盾していますよね。いわゆるブラック企業というやつです。そんな会社があるからあなたをはじめ多くの人が苦しんでいるのです。あなたを苦しめる会社は早く自分の過ちに気がついてもらいたいと強く思います。あなたはきっとそんなブラック企業に苦しめられていいように使われてきたのだと思います。そんな会社を辞めたあなたの決断は正しいと思います。あなたが辞めたことで他の従業員も辞めていいんだと希望の光が見えるのです。あれ、なんで私ってこんなに働いているんだっけと視野がパーッと広くなるのです。ブラック企業で働いていると視野が狭くなります。ブラック企業イコール普通の会社だと思い込んでしまいます。他の会社だってうちと同じだ、今は働けることがありがたいから我慢して働かなきゃいけない、そうだ頑張ろうと自分を無理やりにブラック企業で働いていることを正当化してしまいます。これは仕方ないです。この力はとても大きく、ちょっと意識しただけでは勝てません。ですがあなたはその抵抗勢力に負けずに辞めるという勇気ある決断をしたのです。それはすごいことです。きっとあなた自身にかなり葛藤があったと思います。辞めていいんだろうか、家族に迷惑をかけてしまうんではないだろうか、自分が弱いからだと自分をたくさん責めてしまったかもしれません。何度も言います、あなたの決断は正しいのです。なぜならあなたは現状に飲まれることなく自分の意思で考え決断をしたからです。多くの人は辞める決断ができません。現状にとどまる方が楽だからです。考えなくていいからです。考えるのは本当に疲れます。大変です。そして決断をして行動に移すのはもっともっと大変です。ですがあなたはそれをやってのけたのです。あなたはきっと退職を後悔しているかもしれません。その原因が経済的な不安だと思います。働けないのに収入はどうなるのだろうか。安心してください。そんな時は障害年金を受けてください。障害年金を受けられれば体を休ませながら収入を得ることができます。その結果また社会復帰ができるようになります。あとはあなたの決断一つです。あなたが決断をしたのなら私たちは全力でサポートをします。あなたからのご連絡を待っています。うつ病で経済的不安を感じている人は魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。
またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。